皆さんこんにちは、佐藤誠一チャンネルです。今日は M&業行第61回目の講演になります。今日は私佐藤と、あと佐藤誠一モデルの川さん、はい、こんにちは。あ、こんにちは、よろしくお願いします。今日情報は青木さん、はい、よろしくお願いします。もうね、なんか、はい、いよいよ3月も後半になって、はい、いや、もういよいよこれから桜の時期ですよね。やっぱりね、そのピンクの花を見るとなんか春って感じ、やってきたなきたなって感じしますよね、はい、もうやっぱりね、春になるとなんてね、こう気持ちが、はい、私ちょっと山形にいるんですけど、なんかね、はい、長い雪の冬が終わって春ってなるとなんか芽吹きの春、はい、そして花がね、はい、咲いてくるとなんかこう気持ちがぐっと楽しく、はい、晴れやかな気分になりますよね、はい。まあ、今日はそんな中でジャガード、もうエマンド漁港も特にジャガードですね、はい、いろんな色の入ったジャガードの商品ご紹介したいんですけども、あえて今日一番最初、はい、ちょっとスプリングコートということで、はい、リネンで、のコートになるんですけど、はい、もうベースがこういろんな柄が入ってるんですけど、はい、すべてこれオリジナルで作ってる柄なんですよ、はい、もう全部手で描いて、で、間にリネンが入ってナチュラル感が出ながら、こう表面に、袋状になってて、はい、でなんとですね、これ裏側リバーシブルになってるっていう。そうなんだ。表はね、違う色同士のこういった色合いなんだけど、裏は結構シックなものと、ね、そうですね、はい。じゃあ先に情報の方お願いします。はい、お伝えします。ブロック柄リバーシブルジャガードロングコートです。サイズはフリーサイズ、お色がブルー、パープル、グレーの3色、お値段が73,700円でございます。はい、ちょっとこの、はい、柄がやっぱりグッとすごい特徴的で特徴的で、かわいい、すごいかわいいんですよ、はい、ね、なんかいろいろ手書きの柄でこの花だったり、はい、もうちょっとね、やっぱり春なんで、はい、花を中心にちょっと入ってすると、はい、花っていってもちょっと抽象的な花が多くて、もうこんな花とか、はい、こんな花とか、そうです、なんか壁に飾ってある絵のような、そうなんです。で、このように表にジャガードがもうね、すごい綺麗な色のミックスのジャガードがついてるんですけど、はい、で、裏が今ちょっとグレーはね、ベージュとグレー、裏が裏の色がちょっとこういった形で、裏がこういった感じの、はい、まあ、ちょっとグレーはこうちょっと濃色のグレーとグレー、はい、で表がベージュとグレーみたいな色なんですけども、なんとね、このパープルとか、はい、コーンは全く違うんですよ。ちょっと今見てみましょうか、はい、パープルの裏が、パープルの表がこんなにグリーンと黄緑のようなグリーンとパープルという配色になってるんですけど、裏側はもっと同色系で、どちらかというとね、表の方が配色系、裏側が同色系という組み合わせになってるんですけど、裏がパープルなんです。全然雰囲気変わりますね、うん、そうなんですよね。で、パープルなんですけど、ちょっとピンクっぽい、ピンク系のパープル、そしてブルーが、表はこういった柄が浮き上がってくるような柄になってるんですけど、裏はもっと落ち着いた感じのブルー、ネビーブルーで、裏はニットもついてないんですよ、これ、はい、全部。だからもう無地のコートになっちゃう、はい、気分で変えられる、変えちゃうんですよ、もう全然。だから表と裏が、これなんか表これだけ華やかなニットがついてるんですけど、裏無地ですもん、全然、はい、表と裏はもう全く違う。で、今回ラグランシュスリーブになってるんで、結構着やすいようなゆったりの寸法、そして宮間もたっぷりとって着やすく、で、なんといってもね、風合いがもうまさに春のリネン、リネンを織り込んだすごい薄手、だからこれだけ薄手で一枚仕立ててリバーシブルになってるって、はい、一体どういうものなのっていう、はい、まさにね、そんな、まあ、の記事なんですけども、はい、ちょっとね、今着た感じでも多分すごい柔らかいです、うん、なんかジャケットコートなんですけど、そういう感覚がないです、ないですよ、はい、薄い羽織のような感じ で、はい、で今回はエマンド教皇のこのニットのポケット表の方、ポケットと袖口、そして襟にジャガードをつけて、はい、で、アクセントにつけてます、はい、まずさっきお話したように裏側は何もない無地のコートになってるんですけども、はい、で、川さん身長は167センチ、もうたっぷり膝ぐらいまでですかね、今、はい、そうです、あるロングのコートになってます。ちょうど膝下ぐらい、はい、はい、で、後ろちょっと見てもらっていいですか、はい、で、ショルダー、肩がラグランスリーブになってますんで、もう結構肩のライン綺麗に見えるような、で、身幅は結構ゆったりめになってます。で、ちょっと手を挙げてもらっていいですか、はい、身幅たっぷり
取りながらアームホールをラグランでゆったり取ってるんで、あの着る時もね、あんまりこうやってあのストレスがない、ゆったりこう着ていただける。でいながらも着た時にすごくスッキリあの、はい、きちっと着ていただけるんで、まあ、袖口もここにとついてるんですけども、一応折り返して裏側の時にね、反対側に折り返していただいてると、またニットが出てきたりね、はい、ということもできると思います。はい、で、ボタンがですね、このリバーシブルエマンド曲は、こっち側についてる、反対側にもついてるんですけども、これを裏返しに来た時は、裏返しに来た時には、これが、こんな風になって、こんな風につくように。で、メンズ合わせになるということですよね。はい、メンズ合わせになったあの着方ができるっていうような形の着方。こっちで見ると全然、全然違いますよね。もう表のあのいきなりグッと、うん、グッとシックな感じ、はい、でもね柄がこれ裏の方が同色系なんですけど、あの色がそんなにこうシックな色合いになるんですけど、はい、あの柄がグッと落ち着いて見えるんですよね、はい、表はこういった配色でなってるんで、はい、柄が浮き上がってくるんですけど、こっちだとグッと沈んできて、だから表と裏が、ね、全然違う着方ができるっていうのも、はい、この商品の特徴だと思います。もうね、こんなちょっとまさにちょっとね、今の時期、これからの時期、さらっとお出かけに来ていただけるのにぴったりのことだと思います。はい、あとね、襟のね、ジャガードの走りってもマウント曲らしい特徴だと思いますけども。なんか出会いと別れみたいな、もうなんかね、もう本当に思ってたら全然違う感じで、はい、いいと思います、はい。で、今日ですね、なんとボトムに、はい、ボトム今日ね、ニットを使った同じようなテクニックなんですけども、はい、ちょっとね今あのロングのことに合わせて、ただ生地はあえて違うんですね、はい、だけどニットのテクニックが同じという、そういったボトムになってます、はい、じゃあ情報の方お願いします。はい、お伝えします。リネンワッシャージャガードポケットパンツです。サイズが 1-2 の2サイズ、お色がベージュ、オリーブ、ブラックの3色、お値段が 37,400 円でございます。春はニットがこういいアクセントになりますね。で素材はねこれリネン、はい、まあ、あのニットの部分はね和紙とかコットンとか入ってるんですけども、はい、ベースがリネン、本当にねこれさらっとナチュラルな感じ、まあ、リネンだし、はい、リネンってもう綺麗に仕上げるとき光沢があるんですけど、はい、これをねあえてナチュラルな仕上げにしてるんで、はい、すごいこうあの夏に向けてな感じですね、うん、そうですね、うん、でこのリネンもアクセントでここにニットがついてます、はい、でこのニットとよく見ると、まあ、この花が入って、はい、まさに今これからの時期だと花が入ってるこのニット、はい、さっきのコートと同じニットの柄になってる、はい、このところが、はい、同じテクニック、同じ色という、はい、同じ色になってるっていう、はい、まあだから足元とコートの足元、はい、コートの前を締めてあると足元と同じようにこう。だけど色とかね素材が違うんで、はい、なんでこんなコーディネートになるのっていう、うん、同じ色とか同じ素材だとこういうことよくあるんですけど、あえてそれを変えてるにもかかわらず、例えばこんな黒の時にさっきのネイビーのコートパッと羽織るけど、なぜか足元はポケットと一緒みたいな、うん、後で紹介しますけど、はい、帽子も一緒なんですね、まあ、はい、そんな風にね、アクセントでニットのジャガードを使う、もちろんエマンド教皇はこのニット あのセーターとかあのカーディガンもあります、まあ、ネットの方でね今日ちょっとご紹介できないんでネットの方でぜひ見ていただきたいんですけども、はい、あえて今日はパンツテクニック、コートテクニック、はい、そして小物っていうのをメインで今日はご紹介、はい、まあね、足元をねこんな風に折り返して履いていただくってもね、すごく可愛く、はい、結構ね大きくまくっていただいても大丈夫なようにこんな風に短めにまくっていただくこともできるようになってます。でね、このパンツのちょっとねシルエット、まあ、重要なパンツの形なんですけども、はい、裾に向けて結構細身にしてます、うん、はい、あんまりこうダボっとこないように、で裾にこうやってニットをつけてるような形でダボダボっとした感じなんですけども、お尻周りだいぶたっぷりとってます、はい、でゆったり、そしてウエストの部分はタックを取りながらタックとギャザーを同時に取ってます。でまあいつものなんですけども、これだけの分量感を持ちながら、はい、これだけの分量感を持ちながら中に引っ張って紐が、ね、入ってるんで、あのウエストで締めるときはもっと紐、これだけの分量感を持ちながら結構きちんと感があるんですよ、はい、で中にゴムベルトが入ってないんです。ニットの編み地自体も結構しっかりしてるんで、すごくフィット感があって綺麗にシルエット丸まってくれる
で広がった時にこのギャザーがなくなるようになってるんで、だから履く時とかももちろん着てる時もすぐ楽に着ていただける。それでいながらお尻周りもすごい分量があって、裾に対してすごくシルエットが可愛く、ちょうど今川さんが履いてもらってる、川さんの身長167センチで今くるぶしぐらいまでだけで、ただ折り返しをもうちょっと大きくすることができますんで、そうするともうちょっと丈短く履いていただくこともできると思います。はい、ね、はいはい、こんな風にねパンツ、あ、こうやってロングのボリュームのあるパン、ちょっとじゃあ前ちょっと開けてもらっていいですか、はい、コートする一回、ね、はい、はい、あえて今日はニットベストの上に置いてもらってるんですけども、はい、こんな風に履いてもらうと、あ、ごめんなさい、履いてもらうとポケットがすごいアクセントになって、お尻周りから腰周りのところすごくこうゆったり、でそれがすごい素敵な可愛らしいシルエットになるっていうのもこのパンツの特徴だと思います、はい、あれだけ分量あるけどカオさん履いても全然別に大きくないストンとした感じになるんですよね、はい、だから結構こう、ヒップのこう大きな方でも結構シルエット綺麗に出るっていうところも特徴です、はい、で足元がね細くなってるんで、はい、ちょっとね可愛い感じに仕上がってると思うんですよね、シルエットが本当に綺麗です。でまた裾とこれパンツで履くと裾とポケット口がぐっとなんかあの私ジャガードがつながって可愛らしくなるっていう、はい、まさにねそういうパンツになってるんですけども、はい、で今日カオさんはこのパンツにニットのベストをちょっと合わせてもらってます、はい、このベストは、まあ、まさにエマヌエルらしいファンシーアンドベストになるんですけども、こう、ね、横使いでいろんな素材いろんな柄がこう引き返し編みに入ってる、そんなベストになってます、丈が結構ねお尻半分隠れるぐらいの丈ぐらい丈感があって、それでノースリーブ、はい、まあ、ノースリーブなんですけどもちょっとドロップ、うん、宮間たっぷりとってるドロップなんで、はい、結構ね、あの袖、二の腕を全部隠れるぐらいの垂れ替えになってます。じゃちょっと、情報の方をお願いします、はい。はい、お伝えします。ランダムボーダースフレンチスリーブワイドプルオーバーです。サイズはフリーサイズ。お色がベージュ、グリーン、ブルー、ブラックの4色。お値段が3万800円でございます。ブルー、ブラック。ベージュ、グリーン。はい、ベージュ、はい、グリーン、ブルー、ブラックです。はい、こちらもカラーによってだいぶ表情ね、イメージが全然変わります、はい、ブラックとねグリーンと同じセーターなのっていう、はい、ニットなのっていうぐらい、今回この商品に関してはデザインが結構たっぷりゆったりこれだけ取ってます、ね、はい、これフリーサイズですね。はい、フリーサイズです。もうこれも L スの LL スの 3L の方でも全然そのままストーンと着ていただけて、でこの寸法感のまま袖を作ってるんで、まあ、今あの加藤さんが着てもらってるみたいにもう完全に半袖フレンチスリーブぐらいの丈、はい、十分あります。もうこの段階で隠れますん で二の腕のところも見えないんですよね、着てると。はい、そうです、ね、うん、そうなんです。で宮もたっぷりあるんでダボッと着ていただいても、で横使いなんで、はい、自然に体に合って合わせて伸びてくれるんで、あんまりダボッ感がないっていうか、自然に落ちてくれるんですよね、シルエットが。女性の好きなシルエットです。シルエットはね、うん、そうすると肩の部分とか袖の部分をしっかり隠してくれて、ウエストの部分をちょっと体に合わせて細く見えてくれるんですけど、ヒップ周りはヒップに沿って自然とした形になってくれるっていう、はい、すごく着てても着やすくてですね、はい、シルエットが綺麗に見えるデザインになってます、はい、色はこんな風な感じ。今日は加藤さん、これインナーにラッセルの、まあ、マンデー教育いつも定番のラッセルのインナーちょっと着てもらってるんですけども、このようにね、あえてこういった細身のインナーなんかカットソーなんか着てもらってもいいと思います。まあラッセルのインナーね、これうちの定番でやってる、まあ、せっかくなんでちょっと簡単にご紹介しますけども、色4色情報じゃ、はい、お伝えします。リバーシブルニットレースブルーオーバーです。サイズはフリーサイズ。お色がピンク、ブルー、パープル、ブラックの4色。お値段が14,300円でございます、はい、これ通常はこれ実は今日裏側にしてかけてます。通常はこの裏なんですね。でもこの黒なんか表がねこんな風な全然違いです。ベージュなんです、ベージュ、はい、こんなあ、こっち見ましょうか。ベージュで裏側だとシャンブレーにいろんな色がこう地柄がレースのように浮き上がってくるようになってます。で、まあ、今このブルーに関しては黒、シックな黒が出てきたり、
そして今このピンクなんですけど、ピンクもこれ表がベージュ、優しいベージュになってます。今カホさん着てるパープル、はい、なんとグリーン、グリーン、はい、全然表から見るとグリーンに見えないんですけど、もう裏グリーンになってます、はい、まあ、こんな風なあのインナーなんかと重ねていただいても、値段もねこれ1万、はい、1万2000円、1万4300円、はい、税込みで1万4300円、はい、で、まあ、その後重ねていただくとすごくね素敵に着ていただけるかなと思います、はい、ちょうどねあの丈もさっきお尻を半分隠れるぐらいの丈になって、はい、たっぷり隠してくれるんでコーディネートもいろんなパンツともともと合わせやすい丈になってるかと思います、はい、で今日はこういった形で、ボトムトップスミックスで着てるんですけども、先ほどお話した帽子、はい、帽子がもうパンツと合ってる、ポケットの帽子が合ってる、はい、そしてさっきのコートのポケットとも合ってる、はい、そして帽子とおまけにちょっとついでにショールも紹介しちゃうかな、はい、ショールも帽子と合ってるっていう、はい、ちょっと帽子とショールのを一緒にちょっとご紹介したいと思う。柄は全部一緒ですね。ショールね全部の柄入ってるんですよ、こういうふうに、はい、いろんな柄で帽子とも合ってるし、はい、ポケットとも合ってるしみたいな、どこまで合ってるしみたいな、合わすんだみたいな、いろんな形で今回は準備させてもらいました、はい、じゃあちょっと青木さん、ズボンと、はい、パンツと、あ、ごめんなさい、ショールと帽子を一緒にじゃあ、はい、そうですね、はい、お伝えします。フラワージャガードベレー帽とストールでございます。サイズはどちらもフリーサイズ、お色がピンク、ベージュ、ブルー、ブラックの4色。お値段が帽子の方が1万1000円です。ストールの方が1万2100円でございます。はい。はい、ここまで、ショールまで私つけちゃったら。さすがに、始まる前にショールまでつけちゃったらやりすぎかなっていう。帽子ぐらいにしておきましょうかっていう。はい、押さえておきました。今日はちょっと、本当はね、これでもね、帽子とショールで、無地の T シャツにパンツなんかでもね、すごい素敵ですよ ね、はい、すね、やっぱりね、ショールと帽子が揃うっていうのは絶対、はい、まあ、なかなかやっぱりね、はい、襟元首元もすごくすぎに見えるんで、映えるんで、そうですね、映えるんで、できればやっぱりセットで買った方がお買い求めいただいた方が後々いろいろコーディネートもね、しやすいんでいいかと思います、はい、で、まあ今回はこんな風にピンク、ピンク、はい、ピンクと、そしてで、ショールは大きいんで柄がねまたいろいろ入ってるんですよ。で、帽子は小さいんで柄をいろいろ細かい柄にしてるんで、もうね、ところどころ同じ柄が入ったりしてるんですけど、そしてブラックがこういう感じ、はい、コート、パンツとも一緒に合わせていただきます、まあ、あのね、こういった色の楽しみ方ってまさに M&京子の、ブランドの始まりっていうのは色のミックスから始まったんですけども、今もともとはね、ニットなどセーターとかカーディガン中心だったんですが、今本当にね、ポケットになったり、帽子になったり、小物になったり、結構ね、ヨーロッパとか行くと、帽子屋、帽子屋さんが作るんで、こういうニットってないんですよ、はい、だから結構みんなびっくりされるんですけど、もちろん日本でも帽子屋さんで、こういった帽子って扱ってないんで、作ることできないんで、今結構ね、海外、もちろん中国、中国もそうだし、あと韓国でもね、いろんなお店で今、うちのエモンド京子の帽子、ドッテ百貨店とかいろんなお店でもね、はい、扱ってもらったりしてるんですけども、はい、ヨーロッパ、アメリカだけに限らず、アジアの方でもね、すごく可愛く使っていただいたりしてます。はい、ね、これからいよいよ春、ちょっとね、襟元、帽子でおしゃれしていただいて、はい、ぜひ楽しい、お出かけでもしていただければと思います。エモンド京子の商品は、エモンド京子お取扱いセレクトショップ、小売店で取り扱っております。直営ショップ、百貨店のインショップ、エマンド京子ショップでも取り扱っております。で、近くにお店のない方は、佐藤繊維オフィシャルサイト、クロスイートオフでご購入いただけますので、そちらでも見ていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、いよいよね、春物、これからこの夏物と楽しいよと、まだまだ企画してますので、ぜひ今後ともエマンド京子よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。